小麗院境内に、醍醐窓、清流殿として移築された、かつての平安道場。平安道場は、1913年に、京都府京都市上京区の北野天満宮境内に、建立された木造の武道場。創建当時は、武徳殿と呼ばれていた。戦後は、京都府警察の武道場となり、平安道場と改称し、1998年まで52年間、使われた。 その後、老朽化により解体され、東山区の将軍塚山城に移築され、現在は清流殿と呼ばれている。大正天皇の即位を記念して、京都府民の寄付により、北野天満宮境内に大日本武徳会、京都市部武徳殿として建立された。五天風、総火の木造り、面積160坪、高さ15メートル。面積の数値は、不確実で注意を要する。 1914年2月11日に落成式が挙行される。大日本部特会が解散した後の1947年に京都府へ移管され、平安道場となる。1998年、老朽化により閉鎖され、京都府は解体処分を決定する。2011年1月28日、京都府から昇連院へ上渡移築され、将軍塚山城に、 同時の醍醐魔道として再建されることとなる。2014年10月4日に醍醐魔道として完成。清流殿と名付けられる。ありがとうございます。